ということで、コマムシ2013年は長けだよろしく。はい、はい、ご元気、はい、元気どじろです。お願いします。はい、これどこ。おおい、ここはどこだ。ここはどこだ。いやでもさっき言いました、さっき言いましたぞ。だいぶ、でもなんかありそう、ありそう、なんかありそう、ありそう、ありそう、ありそう。不動産、これね、本当に、あ、本当にすごい人だと、これ市外局番とかから当てたりする人とかも。市外局番 ?076 からそう、そういうのもあったりするけど、まぁ、あ、今回はね、そうだな、ちゃんとその看板を見て、場所を見つけて、ランドマーク見つけてっていう風にやっていこうかなと思います。市町村と市外局番を覚えたらいけんのか、まずな、ワンちゃん。市外局番を覚える配信したくねえ。それはやだな。情報量が多いからさ、一回マップ動こうか。一回マップ動こう。はい。マップ、あ、こっち？そっち、そっち、そっち。もう四角いの。回しもみになってる。もう本当に、お前多分あれだろ、迷ったら動くタイプだろ。うん。やめろよ、方向わかんねえんだから。うん。方向わかんねえんだからやめろよ、そういうの。いや、なんかあっちのような気がするんじゃん。呼んでるんだよ。呼んでねえよ。呼んでるって思うから迷うんだぞ。呼んでるんだよ。なんかでもありそうだよ。あ、本当だ。ここは何かが。杉谷。あ、病院じゃない？病院だね。学生マンション、カサフルスタバ。さっきのだね。処方箋。ここか、ファミリーパーク前から。そうだね。まあ、もうちょっと拡大してもいいと思う。ほら、カサフルスタバみたいなのあるから。あるね。でもそこじゃない？この辺かな。その、本当にその 目の前というか、道だったから。うん、どこまで行くんだい？どこまで行くんだい？この辺どこまで行く？なんでそっちに行くんだい？こっち、あれ？こっちか？え？違う違うって。え？傘古沢あったじゃん、さっき。傘古沢、え、これ？それあったじゃん、戻ってみよう、一回もう一回。あったっけ？あったよ。最初に読み上げただろうがよ。傘古沢。それだよ、それ。あ、これ傘古沢か。あ、サロンでこれわざと？違う、嫌がらせ、そういうドッキリ。マジ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 、俺は真面目。これ、え、これリリースでいいかの？いいんじゃねえの？銀ちゃん、銀ちゃん決めろ、お前が自分で。銀ちゃん、これでいいかの？おー、すげー。お、2メートルじゃん、ほら。さすげん。さすげん。いや、さすげんっていうか、お前がヤバすぎるだけだろ。さすげん。やべえんだよ、マジで。どこ行くの？マジ一人じゃ歩かせちゃいかんわ。マジだって僕マジふざけてんのかと思った、後ろに歩き始めた瞬間に。いやいや、マジマジ、いや、マジ、いや、目の前にあったやんと思って。どこ行くんだよお前って、今マジで本当にピッキンってなるとこ。危ねえ、危ねえ、マジで一人でやんなくてよかった、マジで。オッケーオッケー。駅かどうか分からんけど、でもバスターミナルになるぐらいだから駅の方だろうな。青森駅、お前駅やん。反対側なんかな。これバスターミナル、これ逆とか。ああ、逆とか。お店あるこの辺。どうしよう、ポリスがある、ポリスね。あ、銀抜きが消えた。え、なんで銀抜きが消えた、なんで、なぜ。待って待って、銀抜きをちょっともう一回召喚するわ。あ、いいよ。銀抜きなんで消えたの？わからん。お前なんで消えたの？わからん、ちょっと地図わからなさすぎて、長尾が。長尾が地図わからなすぎて。ピキっちゃった。どこ行っちゃった。駅って、青森駅からも帰っちゃったよ。オッケー、ここですね。戻ってきましたね。ゲスですね。ゲスしましょう。ゲスしましょう。おい、おい、2メートル。余裕だね、これね。余裕だ。もういけるわ、これ。余裕だ。これはやばい。やらかしたこれ無理だよ、もう生きるからそういうことになるんだよ。もうこれ無理だよ。これは無理だって。おもろあって思っちゃった。もうちょっとマップ広くしてみない？広くするか。じゃあその矢印で大きくしてみない？マップ自体を。これ矢印で大きくできるんですか？どっちこっち。お前さ、最初一緒に、おわすげえ。最初一緒に遊んだ時それやったか。そうだっけ。あ、すげえ、でかくなるやん。めっちゃ見やすいじゃん、これ。やったよ、これ。わあ、すげえ、知らんかった、そんなやってないやん。大きくできるんだってやってたよ、とか同じこと。あ、そうなんだ。
あ、本当だ。あ、すげえ。すげえ、教えてよ早く。いや、言ったよ。じゃ最初に長尾にこのゲームやってってお願いした時言ったよ、それ。やったっけ、こんなことやってたっけ。あ、そっか。お前あれだろ、知ってる機能以外使わないタイプだろ、家電製品。あー、わかるわかる、そう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 。説明書読まないからいつもの機能しか使わないやつだ。いや違う、紙の説明書があったら使います。本当に本当に紙の説明書は、あの、廃れるまで読むわ。紙の説明書持ってこい。めんどくさくて同じ機能しか使わないだろう。基本的に。まあ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 。ここはすぐでいいの？うん。あれ？ファミマどこ行った？いやもうファミマはもう右奥にあるよ。右奥に。右奥？あ、これこっちで。僕らが見つけた道路のあたりにいるよ、だから。なるほど。とりあえず反対に行け。はい。はい。ほらファミラ見えるじゃん、ファミリマの看板。右に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 、視点動かさないところから始めよ。あれか。視点動かさないところからじゃん。見えるじゃんって言ったのになんで動かすんだよお前。あれか。動かさずとしても見えるだろうって言ってるのに、なんでどこだって動かし始めんの急に。いやなんか動かすな。見える視点をな、見やすい位置があるんかなみたいな、そういう感じやなきっとな。ちょっと一回ミニマップ見てさ、どこの道まっすぐだから、そこの右の道をまっすぐ来てるんだね多分。そこの、あ、一旦こうする。そうそう、多分そこをまっすぐ来てるんだろうね。右の道ってここ、こっちか。あ、右っつってのファミマの右ってことよ。ごめん、言葉が足りなかった僕も悪いけど、右っつって左に行く君の君だぞ。IQ がね、100ぐらい落ちるんで、地図見ると。普段長尾と話すれ違うなってことあんまないけど、ちょっと地図読むときだけはちょっと一人にしてもらおうかな。さ、初心者のさ、エイペックス初心者で設定した時みたいなパニック。そう、右右見て、どこどこ左見てる、左見てるみたいな。左にマスティフ打ってるみたいな。そんな感じですね、今ね。そっち左。楽しかったね。楽しかったっすね、またやりてえわ。またやりましょう。またやりましょう。はい、ということで。はい、ということで、チャンネル登録と高評価とベルマークよろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ほな、ごまれ、おつまぶし、おつけづき、バイバイ。バイバイ。いやー。